母親への警戒心があるようだ。幻覚は彼女にとって現実である。その現実を否定した母親に対する不信感の表れかもしれない。現時点ではクライアントの見る現象が知覚の異常による錯覚なのか幻覚なのか、未だに判断がつきづらい部分もある。クライアントが体験した空中に映るビジョンは、天井のシミが怪物に見えるといったパレイドリア的なものよりもさらに創作じみた嫌いがある。対象なき知覚に対して逆に対象を見出しているのではなかろうか。髄液所見の取り下げをお願いします。